Quand nous chanterons le temps des cerises Et guerre au Seigneur et mère de mon cœur tous en fête Les belles heures, la folie en tête Et les amoureux du soleil au cœur Quand nous chanterons le temps des cerises

昔から知ってんなし、大昔からみんなが誰も,なん誰も知らないときには知ってんの、そう,そ,うそう、知ってんの。どうしたと思います？もうね、ね、うん、あのね、だからどうしたかというと、えっ、ー、とね、加藤隆子さんはね、東大生、東大生で東大生でね、<laughs> シャンソン・コーグルにさ出て、でその時に私知ってる、私そのとき肉を水サロンで、えー、出番だったの、出番だったんだけど、本番決勝の日。 決勝の日よ<あ>で私は出番だったからちょっと先に行って、えー、とコンサートでコンサートそコンクールがあるから、えー、とそれさえ見,見ようって言って洋服持ってドレス持って譜面持ってそれで日比谷公会堂行ったそれで見たそれでずっと最後までずっと見てたのそうしたら「1位加藤登子さんです」うわ東大生がえー、すごいな」って言ってでその後私はもうじ「時間だ時間だ」って言ってもうすぐに日光ホテル見,見,見つかるの。 ミュージシャンをいったの。そしたらそこに石井事務所の人とでひるさんってあそこにいたプロなマネージャーの人があのこれから今日一になった加藤敏子さんが来るからとリミちゃんがね出る前にいいあのその曲をね歌うようにレミちゃんがえっ、ー、と紹介しろって言ったの。<え>そんなことあったんだ。あったってば。<え>もうこれは言った日にミュージックサロンに私は行った。そうそうそれで行って初めてはじプロとして初めて歌った時に私は紹私が紹介しちゃったのよ。うわ何。

レミさんを、うん、見て、うんうん、超感動して、うん、それであのその後なんか新宿まで一緒になんか行こうよって言って行ったのよえ覚えてないで煮込みサロンに私たち歌った後にね新宿内心行ったのなん,なんか新宿の街を2人プラプラ歩いて <laughs> それでその時になんかレミさんあのね 歌素晴らしいってやつが僕力説したわけ。あうん、なんて素晴らしいのって。うん、でも、その終わった時にさ。 あれはものすごい損してるのすごいで私はああののもうこれ私がさ変に親心持っちゃってレミさん日記を見せるの後にちょっといらっしゃいみたいな気持ちでちょっと行こうよその辺ってそれでじっくりとねねあなたねこれだけはね言っとくけどあのしゃべりはなんとかしなさいって説教したのよ。 年上かちょっとっだけど、うんうん、あなたは年下だいやいん分かんないけど <laughs> それがすごい残っててでその後あのその後全然会ってないじゃないもう会ってない会っ,会ってたい。加藤登彦さんです!」って言ってあれから約60年そうよ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 そ会ってないのにそ,<う>その後、うん、あの私があの チクッたじゃないですかそのその喋りが悪いって。それってテレビにさらってさらって出てくるたびに、うん、このこっちを取ったんだなって。そうもうでダンソンを捨ててこっちを取ったんだなってそ。そうそうだ歌はねっ、うん、私がだってこれから悲しいさ失礼の歌を歌いますって言って説明して歌を出そうとするとみんな笑うの失礼でこれから悲しい歌を歌うと思うだ,だから私の説明がダメだったらしいねすごくね。 みんな笑っちゃうのみんな笑っちゃうの何しろ素晴らすぎたのよあの時はね、うん、でそれでもほらあのシャンソン歌手になったわけでしょ実際にプロになったわけでしょ <laughs> あなたはねあの時すでにもプロだったわけじゃないそう,そうであのなんかいろいろねあなたの発言をチェックしたら面白いことがいっぱいあってあなたの先生は、うん、シャンソンの先生誰加加藤よし加藤じゃないよ <laughs> <laughs> 先生の名前忘れちゃいけないね。<あ>佐藤よしこさん、佐藤さ、佐藤よしこ先生。佐藤よ、あ、なんかソプラノ。そうそうそう。軽め<ー>お、およしって言われて、<ら>えっとオペラの先生。うん、あ、オペラの先生の。でも、うん、あのだからその先生は半分やっぱり向こうの血が入ってるの。 で私,私はいつもさ庭でさ歌ばっかりで、ね、で,でかい子で歌ってるもんだからうちの父がえ「真面目に習うかい?」ってんで習うって言ったのそれでそのよしこ先生紹介してくれてよしこ先生のとこさえうち松戸だったの千葉県で江戸川通って東京でしょ東京から、えー、と神奈川に行った鶴見だ3軒またいでね週にね2回レッスン <laughs> 行ってた、うん、遠いところってあなたは発言してたけどそんなに遠かったそれであの その先生が「歌で金を取るなと言った <laughs> <laughs> なのに先生は月謝を取ってるのは何なんだ」って先生さ死んじゃったから言うけどさあの私にさ「絶対プロになってはいけませんよ」って言うの「先生どうしてですか?」ってプロっていうのはねお金を取る商売でねお金っていうのはとってもけがらしいものですから絶対そういうことは考えちゃいけませんよ」って言いながら先生は月謝を取ってた私から。 先生はちゃんとギャラも取ってったと思うので <laughs> そそでも何であなたにその歌手になるなってつまり素人のままでいなさいということでしょそ,うそうそう。アマチュアのままでいることがらお金をなん,でなんでいけないんだろうねお金取っちゃう。う お金取ってみんな父親はどういううちの父親うちの父親も好きなことやれやれってもう好きだったらどんどん歌えてもう何なみたいななんでもやれやれって言って好きなこと徹底的にやるのがいいからそう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 だもう東大生と違って私はね上野高校っていうネタ東大見えたの東大が知ってるそうそうあの上野高校ってね山の上にあるの動物園が聞いてないのよ。 つまり上野から見える東大の本郷にはほとんど行ってないどどううしして私歌手になっちゃったから3年ぐらいから歌い始めちゃってで4年生の時に歌手になっちゃったのよあそうなんだ優秀したのが4年で1回目の山賊国歌3年になっただからもうあっちはもう私ももう 歌手の道を選んじゃったから。あ、そう。私はあ、あのだから東大の見えるこっち側のさ、東大があって谷があって山があって山の上に高校があってそこにと先生がみんなで国語の先生の社会の理科の先生とも全部あそこを目指して勉強しない東大ね。東大目指して勉強しない。芸,芸大も見えるじゃないですか。芸大芸大はこっちこっちそう,そうそう。芸大目指しなさいって言われなかったの。<芸>だって <laughs> 佐藤よしこさんについたのもった後。 佐藤さんだからそれでそれでそこであの学校をあの高等学校入ってたんだけどもあの先生がさあ平野君そこ立って訳して読みなさいってやっちゃってとうとう私の番が来たかじゃあ立って読もうと思って読んで勉強していかないから宿題やっていかないからそれであのちょっとパパッと読んでそれもさ読んでじゃあこれから訳しますって言ったらみんなクスクスクスって笑うの。フランス語違う。 それで15行ぐらい私は訳したの、うん、そしたら先生が「君読んでるとこと訳してるとこと1ページ違うよ」って「失礼しちゃうて <laughs> すぐ言ってくれればいいじゃないよ」なあ,いあなたじゃあどっかにアンチョコ持ってたアンチョコ持ってた下下から持ってて <laughs> であんちょ持ってゆっくりゆっくり 1> 1うそうそうーそれ全部15行さでみんな読み終わってから言うのよ失礼でしょ先生も生徒らも失礼でしょ。先生はちょっと正しく言うべきだよ <laughs> でも私はもうこんなに一ページ違うところ堂々と読んだのさすがだよね。それでもうこの好嫌だと思って「先生さよなら」って言って「やめちゃった」っそれは英語だったんだ。でもあなたのお父さんはフランス文学者でだから私は知ってたわねあなたとほら日光ミュージックサロン以来一度もお会いすることもなく。 何十年も「あらレミちゃんレミちゃん」レミちゃんと思いながら、うん、テレビを見,見てきああとか言ってたわけだけど、うん、でもなんとなく知ってるあなたってす,すごい人なんだっていうのは何かこうバックグラウンドとかさ。ななんでなんででだからその平野今真さんっていう人って、うん、あの頃、うん ちょっっとすごい存在だたよねそうかなお父さんはさ好きなこと何でもファーブル昆虫記とかさもうパサンとかさフランス語訳した人だからねもういるけだしそう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 でそれそう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 で、うそ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 ういうそ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 うてうそ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 うってそうそうそだそう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 う 近所の人たちがさ平野さんというのは岸ヶ谷だってみんな言ってたさ円盤なんかいるわけない幽霊もいるわけないその言葉使っちゃいけないのよね頭が少し普通じゃない人ってくらい言わないとダメなのよだからその時にさ近所の人は頭が少し普通じゃない人がみんなそう言ってたらしいねでもあの普通じゃなさ加減は素晴らしいものだったわけよ それでアンギャルドだしさアナキストだしもう私なんかワクワクドキドキしちゃってフランスかぶれだし私なんかも大学時代ねだからしゃあそうなんだそうよだけど私はフランスかぶれだけど最初芝居やってたわけよ演劇東大で演劇研究会やっててで歌手なんてってうちの父が芸能界だったからえなんで歌手のマネージャーみたいなことずっとしてたわけよ うちの父はね渡辺プロダクションの関係であそこの非行開スタジオっていう NHK の前のそこにずっと仕事してたのようちの父はねそこに永六輔さんとか中間八大さんとかみんな来て「夢で会いましょう」とか録音してる頃うちの父があそこにいたりしたわけだからでも私はすごい父に抵抗して私は歌じゃない芝居で演劇でとかって思ってたんだけど。 当時、うん、あの、サルトルとかボ、ボーボーワルとかさ、うんうん、まあ、かぶれて、うん、かぶれ、私たちは。うんうん、で、だけど、その芝居が。うん 面白くないセフばっかりで歌でも入った方がいいんじゃないかっていうんで演劇やってる人がだんだん歌ったり歌作ったりちょっと体、うん、トレーニングしたり始めたわけようん、うん、で「おい加藤ちょっと,とその向こうから刺さ,さったあと歩いてきたと歌ってみろ」みたいな言われた時に「うん、あなたの好きな人と」 踊ってらしていいわとかそういうのを、うん、歌って聞かせてたわけ、うん、あそ,うそ,うそれでシャンソンかぶれの演劇少女が、うん、あのその辺にプラプラしてたわけだけど、うん、うちの父がコンクールに受けたらどうかって言い出して、うん、お父様ななんだそうなのお父ちゃまですやっぱり。ちちょっといいかがわしい感じのうちのう父も あ,あなたのお父さんいかがわしいなんてそんな言葉はもったいないほどのスケールのでかいいかがわしさなんだけどさうちの父はもうちょっと気のちっちゃいっていうか酔っ払い酔っ払いの,あの男で。で,何、うん、でロシア料理は何お父ちゃんが開いたレストランでね。うんうん、でそこに亡命ロシア人がいいっぱいあの、はい 来てるっていう、で、<スカル>あなたの環境とすごい似てるんのね。あなたのところも何か国籍不明のような方たちがしょっちゅうおうちにいた。そうそう、そのよに、混血児って言っちゃダメなの、今。混血児。 どうだろうって今言ってるんだから今言っちゃってるけどねレミの回でしょそうそうだからお父っていう意味はそういうやつの色ミックスしてるっていうことでクトル・マローのねアン・ファン・ファミーとかいうね家ナき子っていうやつの主人公がレミ少年だったんでレミ少年にとってレミレミってニックネームでうちの父はおじいさんからいつもレミレミってニックネームで呼ばれててそれで私が生まれたらレミってあまり つけられちゃったし、で、そういう会がね、その。そういう意味でレミってつけたんだよっていうの、はちっちゃい時からも説明されてた。お前も言えなき子なんだぜって。ね、言えない。だから、当から、私も言えない子だと思って。家はあるのにね。家はあるの。だから、私もみんなと一緒な、その、ね、言えなき子の、中の一人だと思われてたけど。私はお父さんの子供だよ、本当は。だから、うちも。あの。ちゃんとお父さんも。 父も母もいてだけどお前は橋の下で拾ってあの頃しょっちゅう言うよそれで何か私が言うこと聞かないとうちのお兄ちゃんが意地悪して「トお前はな橋の下から拾ってきたんだからな偉そうに言うな」とか文句言うなとか言って「泣きやめ」とか言って言ったわよだからみんなそのだの私は時々バレ習ってたのよ京都でねバレ習ってた時に夕方 母が迎えに来なきゃいけない。小学校3年ぐらいの頃うん、うん、真っ暗になっちゃうからうん、うん、で迎えに来なかった。うちの母が、うん、それでもう絶対ああ。いやついにやっぱり。 そうだっったのかと思って私は一人でレッスン場からね一人でとぼとぼ出て何時になってもうちの母が迎えに来ないからとぼとぼ出てバス停に一人でオンオンオンを泣きながらあ,あこれから一人で生きき行けなくちゃいけないんだって思ったらもう涙が止めのなく出てバス停でオンオンオンを泣いてたら心配してくれる人がしてどうしたんだってでどうしたんだって言ってももう私だって橋の下から拾われて今捨てられたって。 なそうしたら迎えに来て「どうしたの?うん」って母が「うん、なんで泣いてるの?」って言うから、うんうん、いや捨てられたと思って、うん、これから一人で生きる決心してたって <laughs> だからあの時代はあなたもちょっと私より若いけど、うん、あのなんかねもう今こう話してもすごい親近感を持つのはみんななんとなくややこしい時代を生き抜いたからそれ、うん、であのうちは亡命ロシア人の。 がハルビンっていう満州にいて日本に帰ってきた時も大体その日本人と一緒になったロシア人しかもロシア人でもウクライナ人とかジョージア人とかよくつまり国が守ってくれてない人たちうちの母がすごく尊敬してああ人って国が守ってくれてなくてもこんなに立派に生きていくんだっていうのを見せてもらったっまあそんなことはまたあ,のあなたの場合ちょっと条件が違うでしょうけど。 いやみんなねあの頃ガタガタしてたからねみんなねそう世の中がねそういろんなこともでもあの頃って言っても私の方がずっと上だからなあなたの年齢は <laughs> 何でも何でも言うってことで, <laughs> でさてもうちょっと先に歴史を進めていきますとですね、うん、和田さんそれもさっき聞いてびっくりしちゃって和田さんと私が知り合う5年前からあの和田さんのことお驚さん知ってたってびっくりしちゃったの。 え5年前だからだ私と和田さんが結婚するよりか5年前から和田さんと加藤登彦さんはあの仕事で知ってたんでしょいやそれがね和田さんのことは知ってましたけど、うん、ちゃんと仕事をしたのは、うん、72年なんですよ。私72年よだからあな,たあなたが72年の1月に出会ったのよね、うんうんうん。72年の12月の30日に結婚したの。 12月の30日押して待ってでその10日前に和田さんと知り合ったのあじゃあじゃあ私のこの仕事は和田さんとあなたが出会う前、うん、うわーすごいあそう72年って聞いたから、うん、ああじゃあギリギリにとこれは72年の9月に本が出てるわけ、うんうん、10月頃はじゃあその時は私がそれで私が和田さんとこの本を作ったのは多分 6月か7月頃だと思う本屋さんに多分10月ぐらい並んでるわけでその年私はあの私が藤本敏夫っていうその拘置所に拘置所じゃなくて刑務所刑務所あっちの菅鴨じゃないのもうその時そんな話をしなきゃいけない私が結婚した時は私の相方の人はもう きちっとあのー、なんていうのあの刑、ー、が確定してから言ってるで須賀茂は刑、うん、が確定しない人が入る、うんうん、あそうなんだだから昔の須賀茂プリンスはうん、うん、どっちだったかな知らないけど、うん、あの高知症だったの、うん、ねえプリンスとプリンスってさスペルって一緒なの <laughs> 知らないだらそこまで調査してないんだけどさ <laughs> あのつまり王子様のことかということですね <laughs> 菅も王子様にですね菅も王子様に入っていたのは、うん、藤本夫は68年代ね。うん 六十八年代間に入って入れてもらってしょっちゅうそっちは拘置所でこの私が結婚した頃はあのもうあの中野刑務所にそうやってさもうさ藤本さんでしょ藤本さんがそう入ってらっしゃる時にしょっちゅうしょっちゅうデートしてたの行って行って行ってって何面面会会デートえっとね拘置所はねいつでも会いに行けんのだけど刑務所は会えないの 会えないあのそんな話になっちゃったかちょっと説明するけど72年の4月21日に藤本氏夫は中野刑務所に入ったわけでその時私たちは結婚してなかった結婚してないから、うん、二度と会えない、はあ、絶対に会えないだから結婚したのそう <laughs> 絶対に会えないということをうわーってあのだから 裁判が終わった途端に刑務所に入るわけだけど実刑判決だったからねだけどその前に結婚しておけばちゃんと会える会えるけれども拘置所みたいにいつでも会えるんじゃなくて罪人だから最初はでもさ罪人ってさ日本の国もおかしいよね月に一遍とか三月にいっぺんとか階級があってね最初はなかなか会えないだけど親族じゃないと会えない。 うん、それで私は相当打撃を受けていた時にあの、まあ、幸いというかなんというか彼が私の体の中に赤ちゃんを残してくれていたと取り荒だ,だっちゃった、うん、それでそれを理由に,本当に理由にっていうか本当にまあ悩んでそれでいい、ね、あの結婚を決心してそれで結婚したのが5月、うん、5月で えー、赤ちゃんができているので7月25日でコンサート全部終わりにして、うん、それから、あのー、1年ぐらい歌ってなかったその間にこの本を書いた<ー>これは私が生まれて初めて出した本で、うん、72年の,、うん、そのあなたが和田さんに出会う直前の仕事だ、うんね、これさロバト砂漠と死者たちの国ってどういうことこれはあの私が 72年の1月に中東に一人旅で行ったのねで最初はバングラデシュから行くはずだったんだけどバングラデシュインドイランレバノンエジプトモロッコフランスポルトガルスペインドイツそれを私一人で行ったの何のために愛の暮らしです急に何なの 「愛の暮らし」愛の暮らしっていうのをレコーディングしてて、うん、でその「愛の暮らし」を作ったアルヘタ・ハウゼっていう人がドイツの人で、うん、あの単語の巨匠なんですけど、うんうん、そのアルヘタ・ハウゼが「ドイツのテレビに出演しなさい」って呼んでくれたわけ。うんうんうん 石子さんのとこに連絡が来て、うん、でアフレッド・ハーゼが「愛の暮らしという曲をぜひドイツのテレビで歌ってほしいから来なさいとそれでヨーロッパと日本の往復の,あの航空運賃を出す、うんうん、その頃でで54万円だったの高いの。 今から考えても高い360円時代だったからでもなかなか海外に行くのは大変な時だからもうすごく盛り上がってそれで世界一周ができるぐらいの切符が買えるわけそのお金でそれで石井さんにハンブルグに行くだけじゃなくてこの際ちょっと長い旅をしていきたいんですけどって言ったらいいわよ私1人で行ったの。 言葉ね。東大生。東大。東大生だからできるの。言葉が。いいな。いやいやいや。大したことないわよ。いいな。英語なんかいらないの、旅には。心。うん、あのね。そんな話を今日私あがあなたをインタビュー。するいやいやいや。徹底的にさ。いやいや、あのね。石井よしこさんという人もすごく面白い人で。あの人もフランス。フランスのね。 にずっと住んでた人だから多分平野さんお父さんとは親しかったと思うねで私があのしょっちゅう海外に行きたかったわけよ「ひとり根の小ーターの頃から「すいませんキューバに行ってみたいんですけど」とかうん、うん、そしたらあなたはまだね新人歌手で「ひとり根の小ーターがヒットしても、うん、まだ全然半端だっていうわけでヒット曲っていうのは2曲ないとダメだったら、うん 行ってらそしたら「知床旅行」がヒットした71年に2つヒット曲が出た後だったんで石井さんも反論できなくて「いいわよ行ってらっしゃい」ってったけど「<ー>いいわよ行ってらっしゃい」で一月半ぐらい休みにしてくれたわけレコード大賞の受賞の翌年にそしたらうちの父がすごく心配して石井さんのとこに「あんたいいんですか?」って この女の子一人でねど、うんそのどんどんどこ一人旅で中東のア,、うん、アラブ諸国とかヨーロッパとかに行くって言ってんですよって、うん、本当ににいいんんでですすかかっってし行たよそしたら「いいんじゃないですか」ってジ、うん、シーさんが <laughs>。 で本当はねもうそこそこの歌手になってるわけだから誰かが心配してついていってあげるって言ってくれるんじゃないかなって思ってちょっと狙ってはいたわけよ。どかテレビ局ついてきますとか言わないのかしらって思ったんだけど誰もその心配してくれなくて「いってらっしゃい」って言ってへえ。 それは海外の旅行は初めてじゃもちろんないんだけどフランスのシャンソンコンクールのお祝いでご褒美で行ってるからねだけど確かに今思うとね相当大胆な旅だったと思うわねでもその年に結局彼がそういう裁判が終わってそういうことになった時にあの。 そうね、私のすごい年になりました72年はだ今度はあなたの番ですよでな72年 <laughs> あなたにとって72年72年はだから私にとってえ人生の転換期ねそうねでもそ,そのなんか久米宏さんとラジオの番組をしていたそれがさあのね本当にねもうね久米さんがね ダメだったのよもうだ,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 だけどいやいや私はあのあだからもともと私はシャンソン歌手だったんだけども銀杯、えー、と,とか肉ホテルで歌ってる時にスカウトされてコロンビアから、えー、とシャンソンのレコードを出しましょうってうちにあ私のところに言ってきたの喜んじゃっていい話だなと思ってでもうすぐね <laughs> OK してどうかのプロダクションに入ったの。そしたらばあの一応 えっと、レコードね、出したの、そうしたらね、あのレコード出すんだけども。あのシャンソンはちょっと前なだから、今ね、ちょっとね、とりあえず。歌謡曲にするって言って。そうそうそう、もう私も歌謡曲だったね。そう,うん、うん、で、い、一枚目、二枚目、三枚目、四枚目まで、歌謡曲。 どうしてもだだって四枚目なんか、4うんうんうん、四枚目なんかさ、カモネギオンドってしてさ、銀座八丁にネオンがもりゃ、あこらこら、って,ってすごい質感、<当>もうとんでもない下品な曲なの、すご, <laughs> すごい下品なの。そしたらは。<laughs> それがちょっとね注意ーしちゃったっていうんでねあの今度ねコロンビアの人がねあの銀座にねカゴの中にね,ねぎしょってで歩行者天国でみんなにね,にねカゴの中にねぎってしょって,ょょって銀座の歩行者天国で「いいね、あカモネオンドよろしいなのレミですカモネオンドよろしくやってくれ」って言ったからそれまではやりたくないもうやりたくないって言ってそれでコロンビア辞めちゃったね私。 それでうちでポーッとしててあ楽しい芸能人生活だなと思ってたのそうしたらうちにリンリンと電話かかってきて「TBS なんですけども今度新しい番組ができるんですけどもちょっと来ませんか?」って言った私んとこ「平野レミさんですね」って言ったから「はいそうです」だからそれで,で何スターだか分かんないけどスタジオに TBS 行ったのそれで行ってそのスタジオの塔を開けたギーッと開けたそれで「平野レミです」って言ったらみんなが「ええええ,え平野レミさんですか?」って言うのそれでみんなでさなんかもう顔見やしちゃって「ええー っ,つってんので私も何どそしたら「あっママじゃあここに来て来て来て」っって,言ってそれでここにさ背の高い人でひげのちょぼひ簿に生えてる、ね、男の人がいるのでこの人はアナウンサーなんだってでその人久米さんっていうの久米博さんでこの人って、ね、ここに人がいっぱいいると思ってなんか好きなことしゃべってくださいって言ったからそこでちょっとしゃべったの。 そしてそれでそのまま帰ってったのがでその後は久米さんが自分の辞書店に書いてるんだけどもあの時もう本当に土新人の平野レミというのが入ってきてでもその時にえっとねえっとねコロンビアのねあのあれがパンフレットがね新人のパンフレットが間違えちゃってね平野レミの下にね平民マリって書いてあったんだってヘミマリ <laughs> <laughs> でヘミマリのかわいい子の下にひらりり見て書いてあったんだってで<あ>このかわいい子写真の下に名前間違えちゃったのは上に書いてあるか下にある写真の名前がちっ <laughs> 上なのか下なのかを間違えたうそうだからヘンミメの可愛い写真としてにヘンミメが来ると思ったら平野涙がだから私が言って平野涙ですかってからはい平野涙したらおかしいなって言うのよでも私本当に平野涙だから平野涙ですよっ,ったらえー、って何度も言うのよ <laughs> そうしたらねコロンビアの新人のパンフレットは間違えちゃったんださっいや間違えてたかだからつまりよくあるじゃない写真写真写真ってさ

あの平野で身が来るとと思ったそれで私が行ったら向こうでこちょ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 言ってってね <laughs> 顔は違うけどまあいいかと久米さんがそうそうそう久米さんがその文章に書いてるんだけどね顔はね違うけどねまあちょっと楽しそうな人だからその人でね OK でねあの2人で組んでねやることにしようって決まったんだってそれで私は久米さんと一緒に番組やることになっちゃったのね。 そ,そ,それでそれでずっとさ2年半もうね日雪の日もさ雨の日も台風の日もさどっか行ってさスーパーマーケットにまいてさ「あらお父さんこんにちは」とか「あら奥さんはこんにちは」って言いながらさ生放送でさ久米さんとやってたのそしてそれをさ和田さんっていうさあのイラストレーターの人がさ聞いてたんだってずっとどうして聞いてたかっていうとマージャン仲間でええ久米宏さんと和田さんマージャンしてて知ってたんだってだから和田さんはさ白い髪にさなんかさ絵描く でしょで絵描くときにさ何もテレビ見られないからあのいつもさラジオ聴いてたんだってそれで一緒にやってるその平野レミっていうね久米さんとやってる平野レミっていうのいいないいないいな,いいなと思ってたんだってだからその一緒にマージャンやってる時にあの平野レミとのね紹介してよっつったんだってそしたら「あれだけは絶対昇太会できない」って言ったんだって。 絶対それでどうでで久米さんがねえ文章を書いたのね、それでね、うん、僕はねあの時にね絶対ね久米さんに、ね、紹介しなかったって、ね、あれと結婚したらね一生棒に振りますよって僕はね <laughs> 和田さんにね言ってしまったけどもあんな素晴らしいおしどり夫婦になるとは夢にも思わなかったって、うん、そういうふうに書いたんだよ、本にそれで結局だから久米さんは紹介してくれなかったの。よ 私のことに好きだったのよ。よだから、和田さんにあげたくなかった。そうよ。うよ絶対そうよ。<laughs> そうよね。そう,そうでしょ久米さん。<laughs> 呼びたくなっちゃったね、久米さんね。<laughs> いや、だれで和田さんってさ、無口な人じゃない。うん、そう無口、すごい無口。それで、ずっと、うん、それで、それで,でち、で、結局紹介してくれなかったんだって。 うううん、うんんで紹介してくんないで困っちゃったでもひらめいといいなと思ったから今度は TBS のアイティレスターだかプロデューサーの橋本さんという人がいるんだってでその人にくみあ和田さんが言って橋,橋本さんって私の知ってる話です。橋本隆 いや知ってる人い人よね <laughs> いい人でしょ、うんうん、でそのいい人さえもそのいい人も、うん、あ平野レミっと紹介してよって言ったんだってうん、うん、そしたらね僕は紹介してもか紹介して構わないけども,も責任は絶対持ちませんよって言ったんだってでそう言っても責任持たらなくてもいいから紹介してって言って <laughs> それで橋本隆さ,さんとさ一緒にさ和田さんとさご飯食べたん <laughs> そそそそそししたたたらら一目惚れだったのにそうそうそう。でも和田さんってだから今無口だからどういうふうにレミさんをく口説いたっていうかさ私じゃ初めてそういうの会った時にさあのねえっ、ー、とねえあそこ TBS のさ下にあるしゃぶしゃぶ屋さんでザクロってあったんですよ。 あそこのさ、えー、前であの和田さんが待ってるってことにな,なっててで私もさごちそうになるからじゃ早く行こうと思ったけどなかなか行けないであの後から行っちゃったんだってそれらまあちょっとそれはちょっと話があれになっちゃうんだけどそしたらそこにね「あら和田さん何やったらしたのここで」っつってさ黒柳徹子さんがさふっと掃除かかしたんだって <laughs> <laughs> そしたらね「これから嫁になる人が来るんだ」よんだってもう決めてたのよ和田さんは。<laughs> もう決めてたんだってさ <laughs> 決めてたんだねそうそうでもあなたは知らぬがほっとけでそこに行ったわけだからだからず、うん、っとあ 今日もだからさ樹里ちゃんの番組、まあ、みミいん言ってると思うんだけどさあ嫁嫁って私のことリミちゃんって言わないで嫁嫁って言うのだからその時に、ね、和田さんがさ嫁になる人が来るって言っちゃったでしょそれからずっと「嫁嫁」って私の方で言ってるそれであなたはその日ね本あの橋本隆がいたっての初めて知ったんだけどその時和田さんが多分ぶん照れくさいから、うん、あなたに向かってじゃないかもしれないけど、うん、なベラベラら喋った話が、うん、お化けの話だったんだっけ なんか面白い話だっ、うん、そ,それはさあの今日さゃあそ,そ,その前にラジオ終わってさ今日さ夕方さ和田誠ってイラストレーたーがさ私にさご飯ごちそうしてくれるって言うから行くよって言ったの久米さんに久米さんがさきっとねご飯食べたら僕に来ないって言うからレミちゃん「ダメだよ絶対行っちゃダメだよ」って言ったのそれで言ったら本当にさそのしゃぶしゃぶ食べた後さ「僕に来ない」って言ったのよ和田さんが、うん、それで言った時に私はさ久米さんは私さ嫌いだからね私のことをいつも蹴ったりいろんなことするからさそっかいったこ ってやるからさもうだ,からもうだから私はあの「絶対ダメだよ言っちゃ」って言ったけども久米さんに逆らうつもりであの僕に近くに行ったから行き,ます行きますよ <laughs> って言ったんだね。

そうもう血だらけのさ幽霊のこういうのがいっぱい出てくるので怖いですね怖いですねって言って幽霊の話いっぱいしてくれたら明したら明日もしてあげようかしてくださいって言ってそれでしてくださいしてくださいっつってさ一週間よ <laughs> そした,らしたら私がさ「結婚しようか」って言ったら「しましょうよっ」って言っちゃったんですよ。<laughs> だそ,れそれまで私は和田さんとなんかもう手にも何にもつないでないから何にも触っていないよ私何にも。 いやでも和田さんって結婚式を挙げるまで手も触らなかったんだってね結婚式もやっちゃわないからだやっちゃわないやっちゃってなかったやっちゃってないもうだって何をやっちゃったんだって何やっちゃってかやっちゃったけどさでもものの本によると彼は潔癖な人だったからつまり結婚をきちっとするまでは手も触れなかったと書いてあったそうそうそう一応席を入れたらっていうことそうそうそう席を入れたそううねいやあの私はねこの本をね あ,のそのあなたがお化けの話を聞くよりも多分半年ぐらい前だよちょっと際どいけどね、うん、同じ年だようん、うん、でこれをね私生まれて初めての本なのうん、うん、でこの時に和田さんがね、うん、本というものはどういうものかを初めから全部教えてくれたのどうやっていやそれでねあのこれなんか仮の本が多分あったと思いますよ、うん、それでね、うん あの君ね、うん、本というものはねうん、うん、まず下にこういうものがあってこういうふうに少しね付与、うん、紙があると中開けるとこういう、ま、一枚紙があるんだよとうん、うんね、それでこうやってこうやっていって目次が始まってねうん、うん、でこうやってだんだんしてでそういって中にねいろいろ私がほら向こうで取ってきた。 ジャーーニコニカっていうちっちゃいカメラを持って行ったから自分でいっぱい写真撮ってきたわけで和田さんがさ写真入れた方がいいって言ってこの本ねものすごく一生懸命作ってくれてるねこんなにね空いたところも写真にしたりそれでね帯がこうでねってこれの上にもう一つその帯がくるんだよね。本ととといいいううううももののはどかこを丁寧に 説明しててくれ文化出版という出版社の人もなんでそこに出版社の人がいなくて私が2人で打ち合わせしてるのか分からないんだけど和田さんが全面的にこの本を作ってくれたこんなに素晴らしい本はねそれでこの中にね写真がいっぱい入ってるのそれでカットもいっぱい入ってるのそれで開けた途端からもうねこういうちょっと入れたり本もう。 やっぱ私のこも今思ったの私もそう思ったの私もそう思ったのよじゃんちゃちゃ言いたくなかったけど思ってたの好きだったかもしれないいやだけど私はなって獄中結婚した人だからさもう有名だからでちょっと待ってよその時には獄中結婚しててあとよあとねあとねして子供お腹にいて臨月臨月じゃないけどまあお腹大きくなったから仕事を休んでこの本を いあの出版したわけだか,らだからもう全然怪しいことには全然ならない。いやでもならないけどこの今節<や>丁寧にこの本を作ってくれた和田さんはん本当に思い出に残っていますし、ねね、その後ずっとポスターをいくー何枚も書いてもらったんだけどちゃんと打ち合わせしたのはその時だけなの青山のあの白い壁に本がいっぱいあるあなたの幽霊の本もある部屋うあそう。そうの晩さん、うんうん そうなのにすごい起源だねあのうちに行ったのねあそこに行ってるあのずず階段登ってってそうそう上に行ったのうんそこに行ってこの打ち合わせをそのだから数ヶ月後に私が行ったのよだからそうですそこに12月にちょっとのねだから私ね和田さんと本を作った時はレミさん と和田さんが一緒になること想像もしてないわけだから。そうですよ、うん。でもでもさ、私が和田さんと結婚したことはどうして知ったの？いや、どうしてか知ってるよねやっぱり知られたんじゃないだってあなた大騒ぎしたんじゃない？<laughs> したんじゃない？久米 <laughs> さんとかがさあいつがとかさ。<laughs> やったんじゃないそれは知っんじゃない,いじゃ A さんだ A さん, A さんがラジオで言っちゃったのよ A さんが言,っちゃっ言ってそうそうで結婚する前にあそこ TBS でさ廊下でさ A さんとえっ、ー、と、あの。 あったのそしたらレミちゃんちょっとえっとあっち行こうって言ってフルーツパウダーに行ったのでフルーツパウダーに行ったらばさいきなりさあの和田さんのね絵ってさどういうどういう絵だから知ってるとか知りませんって何にも知らないから知りませんって言ったらそしたらさ似顔絵描くのもさあのそ,その人のね特徴だけで本当に、ね、点と線だけで即にするんだよって言ってだからねレミちゃんのこともねいろんなギャー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 言うの全部全部取っ払っちゃってほんとのね何っけ 本当の本質をねちゃんと見抜いたのはあのすごいよ和田さんはだからあ久米さんと違うのよね種類が全然ええだめ言っちゃだめ <laughs> <laughs> だから久米さんはさあん,なあ,んなあんな女しょうがないって言ってるけど本質見てくれなかったけどもさ、ね、そう本質見てくれなかったけどさ何かやってくれるのでもその本質をね和田さんがね、うん、あなたのあ,あのまあ皆さんちょっとだいぶふと,ふ,とふとばしてなっちゃってるから。 まあ一応ね和田さんが平野さんのお父さんのところに結婚を申し込みに行ったと正式には何もしてないでもちゃんとしてるのね彼はねちゃんとしてそしたらそのお父さんが「結婚するなら10月にしろ」って言ったなんで知ってんのそれ何だの何あんた会ったのは12月の10月なんだけどだから1年後ぐらい1年後の10月ってことっていうんだから娘が可愛くてしょうがないからやっとくなかったんじゃないのきっと。 やりたくなかっと、うん、お母さんが、うん、さっさとした方がいいって「そうでもうすぐに行っちゃいなさい」って言った、うん、そう,そうレミちゃんはすぐね「秋っぽいから」って言われちゃった、うん、<laughs> 嘘もおかしいよね <laughs> それですぐ行っちゃったんだ駆け落ちっぽくそうそうだからその時にさお父さんにね黙ってねお父さんは10月とか行ってるからそれより前にあって10日後には結婚したってそう同棲生活始めたと同棲じゃない同棲じゃなくてだからパンツだからじゃとりあえず私はね3日間ぐらいかなと思ってパンツ3枚だけ持ってバッグの中に入れてじゃあ行ってくるからねってお父さんにねそっと閉めていたで家なんだそう家でそれでそれで で10日後に、とあだから行ったらば和田さんがすぐ席を入れちゃった。かれこれ72年の年末の出来事だ。 12月30日に和田さん家に行っちゃったからやっぱりそ,そ,し,てさえそしたらさ私その日に行っちゃったからその日にんにく食べようと思ってステーキ買いに行ったでステーキ買いに行ったら和田さんがさワインシャンパンかな,なんか用意してくれてそしたらいきなりレコードかけてさ「チャーンチャーカチャ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 ,チャ,カ,チャカチャって結婚式よああなるほど。うん、ああ だからもう乾 <laughs> 乾杯杯ささんんだだよよお父さんいやそれでねあの和田さんにお父さんが一つだけお願いをした、ね、<ん>レミはシャンソン歌手なんだとレミが歌う機会をちゃんと。 残しなさいよっていうお2人だけの会話があったそれで私はね、うん、今日あなたからほら何か歌ってくれるって言ったら<う>和田さんが作詞作曲した曲を譜面を送ってうん、うんうん、これは何かっていうとさ和田さん,さん何万冊って本がいっぱいあってさ知ってる和田さんの3階建ての事務所は。

あそ子育てが終わった頃に、に、うんうん、和田さんの作詞作曲の CD を出してるでしょそこにうん、うん、で,で CD もいっぱい出してるんだけども最後に和田さんが死んじゃった後、えっとその3階建てのやつを全部整理しててで女の子3人いるんだけども全部整理してたのそしたらなんかね不明が出てきましたよって言って、えっと、これは。 ここに何でしょうねって言ったら「私の部屋」っていうのそれでねそれずっと読んだのねそうしたらさこれ私のこと歌ってんじゃんと思ってそれでびっくりしちゃったのでもだ<か>らその前にも和田さんの曲でアルバム作りをしてたのそ,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 その一枚残ったのはそこに入ってなかった曲だったんだ,だ入ってないだから和田さんはこれラブレターだもんだってこれラブレターうんだってあなたが何 絶対ラブレターだそりゃだからそ,うそれはだから和田さんはもう照れちゃってあの事務所のさ中の方に入れててで和田さんが死んじゃってからこれが出てきて「ええー!」ってこれ私のこと歌ってんじゃんっ,ってでこれを糸井重忠さんにこれ見せたら「うん、なんだでえ、ね、みちゃんのこと歌ってるねこれは」つってそれでこれはちょっとね えなんかね、和田さんだからこれが見つかったことも和田さん知らないし私がこれを歌ってることも和田さん知らないし和田さん聞いててちょうだいねいいどっかにいるかなそうか男は死んでから後に最後のラブレターを渡すんだねかっこいいかっこいいねほほ何っ何？今考えたのそれいやいや っていうのは私の,、うん、あのあ藤本も夫ももう21年前に亡くなって、うん、22年前かうん、うん、約、まあ、年が明けるとねそのと二22年目になるんだけど私がその結婚した時よその赤ちゃんができたから「結婚します」って言って手紙を書いて、うん、会えないから弁護士士を通して手紙を渡してもらって結婚したんだけど結局はその。 正直なところの気持ちを聞いてないわけよ、うん、私はもう強括、うん、みたいなもんですよ私は子供ができたんだから <laughs> あなたと結婚して産みますよっていうその脅迫状みたいなものある面で言うとねどうしましょうかっていう、うん、あなたの考えを聞かせてくださいっていうのは一切ない手紙だったわけよで彼はイエスと言ったとでだからずっとね ごめんねっていう本当ののあなたの気持ち本当に私と結婚する意思があるとかないとかあの望むか望まないかとかさそう相談もなしにさ全て私が決めちゃってたからずっとなんとなくあのあ,あ私が略奪しちゃったんだなっていう気持ちもちょっとどっかあって、うん、でそしたら亡くなった後にそのちっちゃい同人誌みたいなお友達が出してて「時子さんこの冊子見てないんじゃない?」 言って、送ってくれたの。葬式の後に、そしたらそこに、1972年5月。うん、加藤時子が来たあ。あなたと結婚します。子供を見ますと言ったと。もう僕は嬉しかった。はあ、もうね、あの、もうずっと。 と何年も僕はこの一言を待っっててたたような気がするって書いたわけよ、はあ、もううねそれをね私はねその一言を聞かずに彼を送っちゃったわけよでそれで私は葬式の後にその彼が書いた文章をさあのあの読んで「泣いたわよ最後のラブレター」やっぱり最後のラブレターを残したんだって。 なんていい話だろうねそうなんだ知らなかったんだはあそれでその何度もねそ,の、うん、そういう中では結婚しようって話もしてたのに彼はそういうわけにいかないと僕はいろいろやらかしてきたこともあるしたくさんの学生が共に運命を狂わしてきたわけだからあのそんな簡単にね僕の人生だけをあの 今さっさっっととどううにかするっていいことはできないだからそのまあ結婚してからね別個結婚してからあの夫婦そのほうがずっと彼はだって誰も会いに行きないわけだから家族がいないわけだからあのとても結果的には良かったんだけどそういうことは選べないというかかたくなに結婚を否定して入っちゃってたからだからもうびっくりしないこのずっと何年も待ってたって。 で僕はずっとこの一言を何年も待ってたような気がするって。といもうもね本当にあのそれは最後の「ラブレター」これはです、ね、そう、うん、でもこれはもうあのラジオがそっと流す明るい恋のメロディというのは久米さんと私がその1週間和田さん家に行って「一路晩さん」という本を見てやった後もう 終電車で帰るでしょでその後こうピアノでやったんだと思うだからうん、うん、新婚生活新婚生活っだから初めてだからデートの時だその、うんうん、1>, 1週間のデートの時だと思うこれ書いたの、うん、あらじゃあ歌って歌、うん、るかなあ涙出ちゃうな「<coughs> <coughs> <coughs> いたずら猫の絵」 ひ一人だけのパラダイス私の部屋ビデオは五泊六日明後日あたり見よう気ままに暮らせばいい 「日曜」「だけどちょっぴり寒い」「あなたが帰ったあと」「小さな部屋も広い」「一人だけだと」 ラジオがそっと流す明るい恋のメロディー鏡の中の私ちょっとにっこり ねこの時のラジオは特別な意味のラジオなんだねねそうなのだ,だから久米<ー>さんと私がラジオ毎日毎日やっててそれを聞いてたんだね和田さんねうんいや何も言わない無口な和田さんがあの熱いね心が熱いでもその <laughs> さっきの名文句死んだ後のラブレーターが本物 <laughs> 本物 いやー、嬉しい、嬉しい、良かった、良かった。<laughs> いやー、本当にね。六、ま、十、あ、年近く会ってないわけだから。<laughs> 初めてだね。初めて。<ー>初めて、本当に。加藤とひこさんです。<laughs> そうよ。なんか今日、シャンパンかなんか持ってけばよかったね。<laughs> 本当だ、本当だ。<laughs> このね、土の日ライブって、あの。コロナの。 コロナですっかり仕事なくなった時に2020年の9月から始めたのようん、うん、であの,あの頃ってさあんまり飲むとかいうのは、うん、なんとなく、うん、あのはばかれるような頃だったんで私らしくもなくこれは結構飲まずにやってきたのうん、うん、でもや飲んでもいいんだけど今日は用意しなかったけど、うん、私はね 和田さんもその飲み会やろうって言ってね和田誠を囲む会っていうのをね和田さんが死んだってからねだからなんか東京会館からなんかなんか知り合いばっかりで1000人ぐらいねみんな来るはずだったんだけどちょうどコロナになっちゃってそれやんなくて結局やらないまんま困ってきちゃったのそうだから和田さんは一番喜んで。 別別れれ会会会会会会って和田さんじゃないのかううう出出だだね出会う会だねでも和田さんはね自分がなんか中心になって華やかになることを大っ嫌いなの人のことはねうもういろんなことやってあげるんだけども自分のことはもうやめてやめてって言ったらテレビも出ない CM も出ない何も全部全部やめてもうそーっと生きてた人だからうん、うん、だから和田さんが一番そのお別れ会やらないのが喜んでんじゃないかなと思ってる。ね いいやいやだから私も和田さんとも知り合いだしレミちゃんともそういう意味では深い縁があるわけだから本当だね、本当だね。ちゃんと元気なんでえで六助さんだって友達だし久米さんだって友達なのになんでみんなでワイワイっていうのに私がいなかったのかなと思ってじゃあちょっと今度さみ,みんなでさ、あの涼子ちゃんもさあ近所だからさちょっとさ、やろうかねね。ね なんか理由をつけて、うんうん、あの。ね、<laughs> ラブレターを書き忘れた男。<laughs> 死ぬ、死ぬまで、<laughs> 私忘れる男 <laughs> ね。ねえ。ねすごい話な、えーじゃあの。今日ね、うん、あの、まあ、悲惨そうな話もね、いっぱいしたいし。うん、これからも、ぜひ歌ってほしいんだけど。あの、私は、あの。 レミちゃんの,その最初の話にちょっと戻るんだけどうん、うん、私もシャンソンコークールで歌手になった時はシャンソンソを歌うつもりでいたのようん、うん、ところがレコード会社の人は誰もシャンソンを歌うはずではなく歌謡曲ですよって演歌かなみたいな演歌もどうですかみたいなぐらいの感じになっちゃってずっとシャンソン離れしちゃったわけよ。 1>, 1回目のシャンソンコンクールの時でエディット・ピアフを歌って同じようにあなたには無理って言われたんです、うん、あなたの顔は赤ん坊の顔だから無理って言われてそこからもうなんとなくエディット・ピアフの顔も見ないみたいな感じだったうん、うん、で私がエディット・ピアフを本気で歌ったのは、うん、あの2006年、うん。そんないや本当になぜなぜってみんなに言われるなんでって「なんでさんは?」って。 愛の歌をちゃんとやらないのかって言われ始めたのが2000年頃からかなでちょっと歌ってたのよ詞をつけてそしたら藤本秀が死んでしまったのでこの歌は恋人が死んでしまってあなたが死んでしまっても私はいいわってピアフがマルセル・セルダンという恋人が亡くなった半年後にこの歌っていたわけだから。 あのうわー軽はずみに歌えない気持ちになっちゃって、うん、ですぐ歌うのをやめちゃったのねうん、うん、そしたらあ,のある時意を決して彼が死んだ後に、うん、あのに歌ってたらあーそうかーと思ってピアフの気持ちが分かったと思ったわけ<ー>でこの歌を歌っている時だけは、うん、彼は死んでないおすごい うん、もしもあなたが死んでも私はいいわって歌った時に、うん、あのそんなみ,みんながぎょっとしちゃって「え何あの追いかけていくって言ってんのか」みたいなふうに受け取られちゃって嫌だなと思ってたんだけどそうじゃないのよないなだからそれ歌って聞かせるからやったそれが分かってからこれはみんなね伴侶は伴侶であれ恋人であれ友達であれお父さんであれお母さんであれみんな行くんですあっちに。だけど何かこう こあの世とこの世の間にはあのつながりがあって心の中無限につながってるよっていうことをこの歌が歌ってるんだと思ったから<ー>それから私はこの歌を歌うようになったのよ。そのつももももりで聞いいてててください <laughs> し,いもしも空がが裂けて大地が崩れ落ちても、うん 私は構わないあなたといるならあなたの腕の中で体を震わすとき何も見えないわあなた 愛だけであなたが言うなら世界の果てまで地の果てまでもあなたが言うなら栗色にでも黒髪にでもあなたが言うなら 盗みもするわあの月さえもあなたが言うなら国も捨てるわ友もいらないもしもあなたが死んで私を 捨てる時も私は変わんないあなたと行くから広い空の中をあなたと二人だけで終わりのない 愛を生き続けるため終わりはないんだ死んじゃったらばもうさ終わりはないんだい,いいね誰にも文句は言われない本当だねだからいつでも来てくれるし、うん うん、馬車に乗らない馬車馬車に乗らなくてもいやすごいすごい私こっからさもうさやっやっ涙やっちゃうのガラス入ってないからこれ <laughs> 泣いちゃった <laughs> 私あすごい終わりやないんだ死んじゃったら終わりやないんだもう,そう生きてることが一番嫌だねいやいや大変だ <laughs> 大大変だ死ぬ心配しなくちゃいけないからね,ね,ねでも心配し<う>まあまあ私たちはまあなかなか死ねないと思いますよ。あということでね皆さんあの <laughs> 生きてる限りは生きなくちゃいけないのよ<う>元気いっぱい。うん、でも、ね、もし何かのことであっち側に行ってもそれなりにそう。 元気にやってるんじゃないですか、ね、あっちは永久だからね。そう。で、今年はね、あ、そうそうそうあなたに最後ねクリスマス、うん、クリスマスにね、まあ今日料理の話も聞く時間なかったんだけど、クリスマスにあのレミさんのレシピレえ推薦するレシピをそうそうもらったのよ。見て見て見てこれ。何これ？タイタイこれタイタおたてタイ。おたてタイからおたてちゃった。お でも、これかわいい。ね、これ白菜と、これは。バラみたいじゃん。白菜と豚肉。これ何かというとさ。何もう、そんな愛の参加の悲しい。いい歌だな、あとさ。涙拭きながらさ。白菜の話なんかしたくないさ、私は。<laughs> いや、これ、<ー><や>これ、何かというとさ。うん、これはさ、な、うん何だと思う、これ。これ。こ,れこの中、何入ってると思う、この中。この中。 その中葉っぱがね全部差し込んであるけども何が入ってのこの中に一つさこのぐらいのさこれのこれの。これの 生生生白菜がドーンと入ってんので入っててそこに私葉っぱをさどんどんとぶっ刺しちゃってあと食べ物を刺していっちゃってそれでクリスマスでしょ全部お父さんのつまみ子ねあのおやつ全部食べて葉っぱも取っちゃったらこの白菜が出てくるからぶった切ってバチッバチッとてフライパンにのせて。 フライパンはレミパンね。レミ,レミパンでね。叫びますからね。はい、ね、こんなにプリントするからね。<laughs> それでそのさ、ね、ややったなるほどこ、これとそれがつながってたんだ。で豚肉をね、こさしてくるいっぱい。でこのままさ、うん、ちょっと酒入れてさ、あのむしろ、すね、そうするとさ。

い,いやあの良からたみんなね、はい、勉強になってると,とねねそう死んでからラブレーターはラブレーター良いお年をあ良い良いお年をあまだちょっとあるけどね私もコンサートでいっぱいこれから八十になりますから八十<年>ああお若いですね来年ねあの来年ねまた会いましょうはいありがとうございました。